はい、えー、ホワイトベース館内放送でございます。えっと、昨日ですね、昨日かまだ、あのー、広島、えー、来てくれた方、ありがとうございます。あのね、広島で、驚くべきことを言われたんですけども、あの、僕ね、半径200キロ圏の人たちはみんな来てくださいねって言ったんですよ。したら、あの、来た人に、野宮さんがね、200キロ圏内って言うから、うち200キロ以上離れてるから、もしかしたら来ちゃいけないかと思ってっていう方がですね、何人かちらほらいでびっくりっていう。 そういう感じです。で、あとね、僕200キロ圏内って結構適当に言ったんだけど、割とあの辺のバイク用品店って少なくて、あの、広島に店舗を出すと、カバー範囲は四国とかまで及んじゃうみたいなんですよね。だから、あながち僕が言った200キロ圏内ってのは間違ってなかったみたいです。はい。あのー、本当お越しくださった方々、ありがとうございます。で、当日非常に好評だったんで、あのー、おかげさまでですね、来年、また、えー、春、春ぐらいかな、 なんですけど、えー、またいろんなメーカーさんを絡めてですね。で、私が、まあ、広告塔になるような感じで、えー、イベントできないかな、なんて話をですね、えー、させていただいてきました。まあ、こういう時の、その、声掛けのインパクトとしてね、役立てるためにですね、えー、僕は普段から、あの、用品レビューとかやってたりとかするので、あのー、まあ、なんていうのかな、 あの、メーカーと皆さんのこう間ぐらいの立場にこう立ってはいるんですけど、まあメディアってそういうもんだと思うんですけども、見てる方向としてはですね、完全に皆さんと同じ側から見てますんで、あの、非常にあのー、なんていうのかな、声が通りやすくなっているっていうのが非常に嬉しいですね。はい。さて、え今日の話題なんですけど、あの、またね、やっちゃいましたね、昨日だね。 緊急車両の後ろに続いちゃう一般のバイクさんのモラルよということで、ツイッターにねあの、どっかの高速道路の方、2車線の高速道路でその真ん中を通過していく救急車、消防車の後ろを、あの、いやいや、空いたぜ、とばかりにですね、えー、バイクが何台かこう続いていくっていうですね、 えー、そういうですね、映像がまあ流れてきて、まあこれだからバイクはと、だからバイクは嫌いだと、ね、だからバイクは許せないみたいな感じで、えー、なんかバイク全体的なイメージがですね、非常にこう悪くなるような感じの映像が流れていますね。はい。えーまあ、そうしたコメントに関してはですね、はい、あの、 大変に申し訳ございませんでした。はい。あのー、まあ、私、当事者ではないにしろですね。ええー、私があの、代わりにですね、ええー、謝らせていただきますので、ええー、なんとか留飲を下げていただけないでしょうかね。はい。と思います。でただ一つね、許せないのは、許せないのは、あのー、なんかこういう時に、うぞうむぞう湧いてくる、あのー、なんか、自称プロみたいなやつね。 あの、例えば、ね、あの、芸能人がなんか不祥事やらかしたら、あの、何々の弟ですみたいな感じで、全然わけわかんない、あの、無関係な弟がいっぱい湧いてくるみたいなのあるじゃないですか。ああいう現象で、あのー、なんかね、あの、だと思うんだけど、なんか自称緊急車両のドライバーみたいなの湧いちゃってるし、もう無茶苦茶ですね、コメント欄は。<laughs> はい。で、あの、で、まあ、その、結論、 から言うと、まあまあ、あの、こいつらうんこですね。あの、バイクでね、ついていちゃってるやつらね。はい。これはダメでしょう。これはね、アウトだね状況から察するに、前方で、前方数キロ先で事故が起きています。で、そのせいで、あの、通行止めになっちゃったんでしょうね。車が横転してるとか何かだと思うんですけど、で、完全にこう、が,がっちりぶっ詰まっちゃってる。はい。 で、そこで、あの、できた、あまあ、すり抜けをしてきた人たちが、緊急車両の後ろについたのか、それとも緊急車両が行ったから、その後すり抜け、えー、していってるのか。ね。まあ、いずれにせよわかんないんですけど、あのー、これはダメだな。はい。ただね、今回は、あの、バイクが槍玉に上がってますけれども、こうやってあの、 救急車とかの後ろをついて、イエーイスイスイだぜってやってるのは、あの、僕地元渋谷ね、出身で渋谷で生まれ育ったんですけど、まあ、生まれ、生まれはちょっと違う場所か、まあ、育ったんですけど、あの、日常茶飯事で、四輪車で、しかも高級車、外車で、これやってるやつね、もう、あの、もう,もう週一ぐらいで見てた。はい。 あの、後ろっかけてイエーイな人たちね。だから、まあ、あとは、あのー、一般道でね、原付みたいなやつが後ろっかけて、あの、イエーイってやったりとか、水死だぜってね、信号無視やったりとかね、えー。っていうのも見ましたね。はい。まあ、なので、えー、まあ、四輪車もやってるよっていうことが、まず一点ですね。はい。ただ、この映像を見るとね、あのー、まあ、ナンバー尺ってんだよね。 5台か、いて、うち2台がナンバーしゃくってますね。ね。あの、正直ね、なんか、特別な理由を除いて、ナンバーしゃくってるやつ、要は、こう、角度をこう真横にして、後ろから見えづらく、意図的に見えづらく、3台だね、してるやつっていうのは、まあ、まあ正直、あのー、なんつうのかな、あのー、 うん、あまあ悪さする前提ですよね。ではパトカーに追っかけられた時に逃げるみたいな。<laughs> あとはあの、まあオービス後ろ取りってあんまないと思うんだけどね。あとはね、あの、何かしら後ろめたいことを、えーまあ、人様に、なんていうのかな、堂々とできないようなことを、えー、する前提の,あの連中っていう感じですよね。あの、 まあ、例えばね、交換部品、フェンダーを短くしちゃったから、タイヤに干渉するからギリギリ45度まで上げて、まあ、15、マイナス15度からプラス45度までなんで、でやってるっていうぐらいなら、あの、まあ、合法っていうのもありますけど、多めに見ますけど、完全真横に倒しちゃってるやつ、これ戦闘ね、戦闘こんなんなんだって早くいかねえかな、みたいな感じで見てますけど、ね、これはダメだな、ね。あのー、 やってることもさることながら、あの、この車両の仕様がね、また、その、顕著にイメージ悪いよね。ね。まあ、こういうのは陳相談と同じですよ。ね。と思います。あれな、ど、ね、本人たちどう思うのかなよくね、ダサいダサいって言うじゃないですか。ダサいっていう言葉は、あの、かっこ悪いとか、なんかその、 自分はかっこいいと思ってるけど決まってないとかねそういう時に使われる言葉だから僕ねなんかダサいっていう表現はあんま合わない気がするのねなんかその人に迷惑をかける前提のことを意気揚々とですねして楽しむ、うん、楽しみたいので、えー、自分の身分の称号につながりそうなものはあの隠します隠してやりますっていうなんかそういう感じに見えるんですよ それはダサいという言葉ではなんか説明がつかない気がして。まあでも適切なその表現する言葉ってのはあんま僕わかんない見つかんないんですけど、なんて言えばいいのかなこういうの。怪しい。うん。疑わしい。いや違うな。うーん。なんだ。悪だね。いや違うな。なんだろうな。 こいつ嫌な感じがするんじゃなくて、なんて言えばいいんだろうね。あの、ナンバーを隠蔽して、その走る様をね。なんて言えばいいんだろう。で別にこれバイクだけに限ったわけじゃなくて、あの、トラックとかね、あの、でも隠してる人いるし、ダンプとかでもね、わざと汚して見えなくしてる人とかもいるし、ね、あとはその昔なんかね、あの、フレーム、 今ね、禁止されてますけども、あの、赤外線透過しないフレームを、こうつけてる、あの車、車四輪車とかもね、まあ二輪もいましたけど、がいたりとか、ああいうのに対する表現って何て言うのかなダサいって言うと、本当に頑張っててダサい人に失礼な気がする。かわいそうな気がする。だからダサい以外の表現を皆さんちょっと募集しますんで、ちょっと書いてみてもらえないかなね。 で、ただこれなんですけど、例えば緊急車両がいなかった場合、このすり抜けがゼガヒカっていう部分です。はい。えー、なんですが、これはね、もう、あの、限りなく白に近いグレーです。はい。今回は緊急車両と一緒に走っちゃったっていうところはダメなんですけども、通常渋滞してて、 渋滞していてもうね、本当はだよ。本当は車、四輪車と一緒にね、あの、待ってじりじりやってなきゃいけないんだけど、あの、それのね、真ん中を越えて走っていくっていうのは、正直こう、つ、捕まってんの見たことないよね。うん。捕ま、ただこれ、あの、路肩、左側のね、路肩走行しちゃったりとかしちゃダメだよ。でもあの、真ん中を、あの、行くっていうのは、ぶっ飛ばしたらダメだけど、あの、まあ、ね、左右にぶつからないように最新の注意を払いながら行けるところまで行くっていうのは、 あの、これ、これは僕の知人ではないけど、あの、僕の、あの、まあ、ある程度こう著名な人の関係者の中にいる、えー、交通系の警察官の話で言うと、あの、まあ、捕まえないかなっていう感じですね。まあ、厳密に言えばダメだし、捕まえることはできるんだけど、まあ、捕まえないかな。大体言い訳するし、みたいな感じですね。はい。非常に微妙なんですね。 ね、じゃあ、例えばこの現場がですよあの首都高の第二環状のトンネル内、あそこってね、あの気温が下手したら60度以上になるんですよ、65度とかになるのね、あのきでサウナってもんじゃないんですねで、そこで詰まっちゃった場合っていうと、正直、エアコンついてないバイクだとあの、熱中症になっちゃうんですよ、もう汗すごいです、もう耐えられない。 で、そこで例えば緊急回避、緊急脱出というような側面を込めて真ん中通過していっちゃうっていうのは正直いた方ない。まあ、ただ最新の注意を払ってぶつからないようにしなきゃいけないし、もしぶつかった場合は責任を負うのは当たり前なんだけど、あの、まあ、やってたりするから。通常の渋滞であっても、例えばね、お腹痛いとかトイレ行きたいとかってもしょうがないから、ね、あのー、あとはま、体調によるものもそうだしね。あとはその、ああやってずっと止まってたら、 調子悪くなるバイクもあるから、あの、まあ、そんなんね、勝手だろうって思われるかもしんないんですけど、いろんな事情でグレーな部分を、まあ、もしやらかしちゃったら自己責任っていう形で走っていくっていうのは、やるかやらないかは別として、まあ、ある意味しょうがねえかなっていう気はします。はい。はい。じゃあ、お前やったことないのか あります。はい。僕もあります。たなるべくやらないようにしてるし、やるにしても、あの、無理しないです。あ、これ行けるか行けないかわかんないなって思ったら、後ろにどんだけバイクが詰まってても僕は止まります。はい。で、あの、なるべく、あの、抜けない。我慢,我慢はするようにしてますね。トラブルの元だから。はい。で、路側帯、あの、路肩は走らない。っていうふうにしてます。ただ、まあ、ここまでの渋滞っていうのはね、結構滅多にはないんですけど、 まあただ、道志村の帰りとかね、あの、休日の夕方とか、小仏トンネルとかひどいことになるから <laughs>、逆に言うとなるべく通らないようにしてるけど、はい。まあ、そんな感じだね。まあ、これに関してはどうかな。多分、この5台の車両っていうのは、まあ、4台か、の車両は、まあ、検挙はされないと思います。はい。というわけでね。 検挙はされないと思う。ただ、あの、研究車両の後ろを走っちゃったことは感じ悪かったかな、っていう感じかな。で、あとは、あの、ね、このナンバーしゃくっちゃってる、あ、5台か、ナンバーしゃくっちゃってる車両に関しては、まあ、あの、うん、そうだねそ、この状態で足がつけば、違法改造ぐらいになるかもね。あの、現行犯だから、ああ、やっぱ止めて、こう、角度を測ってってのをやらないと、この映像だけで検挙ってことは多分ないと思います。はい。 なので、あの、結構燃えちゃってるしね、あのー、腹立ってる人も多いと思うんですけども、あのー、そうだな、こういう言い方なんだんですけど、その、うん、まあ、そこまで非道なことはしていない、っていうふうな感じです。はい。やっていいかどうかじゃダメなんだけど、あの、なんかそこまで悪逆非道なことをして、えー、周囲の人にこう迷惑をかけて、 たりとかあの損害を与えたっていいうわけじゃないです、ね、あのただまあこういうことはやめましょうっていう感じかな。うん、僕の座った渋谷ではねみんなあの我先にとねあの横断歩道を渡りたいもんだから緊急車両が来てもねあの横断やめる人もいなかったし車も停止して道譲る人もいなかったですね。 うん、んと、それに比べればね、こうやってあの周りの人たちがね、真ん中を上げて、え、緊急車両を一生懸命通しているっていうところはね、非常にこう日本のいいところだなって思います。はい。で、あとま、ここで一つは豆知識なんですけど、後ろから救急車が来た時に減速する人がいます。これダメです。はい。 例えばこれみたいに渋滞しているところで避けるっていうのはありなんですけども、通常に流れているところを減速後ろから来たから減速しちゃうっていうのは、渋滞を作るのと二次災害につながるっていうのと、そもそも救急車が通れなくなりますんで、えー、普通に流れている時、後ろから救急車が来たら減速しちゃダメです。はい。信号等で止まるとき、後ろの救急車から何か指示があったらそれに従ってください。はい。信号等で止まるときも、普通に止まってください。 で後ろから来たからって信号、赤信号だからって、前に出ちゃったりとか、アウトです。あのね、これ、実はね僕、ドラレコに映ってたのね、まあ、消したんだけどあの、そういう晒しの人になりたくないからね、消したんだけど、あの後ろから救急車来たの。2車線で。で並んでたの。僕は動かなかった、ね。動いちゃいけない。なぜかっていうと、緊急車両、前来たかったら、勝手に対向車線走ってくから。 無理にこうやって避けるとどうなるかっていうとね、その時隣の車がねあの、無理に避け始めたんですよ。2車線、第2通行帯が僕、第1通行帯がそいつ。で、救急車はもうすでに対向車線を走ろうとしてるのに、こいつが何やったかっていうと、赤信号を前に出たんですよ。前に出て避けようとしたんですよ。避ける動きを見せたんで,すで、その時、赤信号ですよ。っていうことは、歩行者用信号は横断歩道青です。そこにいたのは、ベビーカーを押した親子。 ぶつかんなかなったよでもさ赤は動くなだよ。ね、だから緊急車両が来たからって赤で動いちゃうアウトなの。緊急車両が来てるからって、あのー、横断歩道人が消えるわけじゃないからでその時はね事、まあ、なきを得たんだけどやっぱりその急緊急車両が後ろから来たら何か避けなきゃいけないみたいな気持ちになるじゃないあれは駄目です、はい。言われたら避ける。 言われない限りは通常の走行をしてください。はいね、で信号待ちになったら動かない、ね。特に停止線を越えてしまうとか赤信号なのに横断歩道に乗り,乗り上げてしまうとかになってしまうとどんなに後ろから緊急車両が来たと言っててもそこで人をはねた場合無罪にはなりません。はい、これ当然ですね。 で、あとねお、おかしいなと思うのが、対向車、対向車線から、対向車線をね、救急車が走ってるからってブレーキ踏むやつ。これもダメ。ね。そんな義務はないです。対向車を、救急、緊急車両が走ってて、こっちに飛び出してくるかもしんないからって、飛び出してきません。はい。長方機走行をするときっていうのはあ、あっちもめちゃくちゃ気をつけてや,や、やってきますので、普通に流れている対向車線に、普通にはみ出すなんてしませんから。はい。 なので、対向車線を救急車が走ってきたからって、ブレーキを踏むのもダメ。ねえー、さっき言ったように、後ろから来た時にブレーキ踏むのもダメで。信号待ちの時に後ろから救急車が来たからって、赤信号なのにこう動くっていう、これもダメです。はい。救急車勝手にやります。はい、勝手に空いてるとこ走ります。はい。で、 前行くために、例えば、あの、対向車線を走るときは、対向車線が止まってるとかね、はるか向こうまで車がいないだとか、いろんなところを気にしてからやりますので、こっちが下手に動くと二次災害を、二次、二次的な事故を誘発しますんで。 はいえー、それはね、ちょっと豆知識として、皆さん持っておいてください。これはね、僕個人が考えたり、あの周りを見て判断した話じゃなくて、あのこれ実は言うと僕、僕、すげえ昔に、あの整備のねあの、講習を受けに行った時に、隣の席の人が、ちょうどあの、そういう緊急車両の運転をしてる人だったんですよ、運転手だったんですね。でその人 とあ,のあれですよ、あの、救急車とか消防車って自分で整備するんですよ。まあ、だから講習来てたんですね。その時に僕いろんな質問ぶつけて、あの、ケースバイケースのスタディについていろんなケースを聞きました。で、その結果の答えはこれだし、あの、合ってます、大体。はい。ね困るのがね、その人言ってたんです困るのが、細い道を走ってる時に、細い道をこう入っていくじゃないですか。あのね、細い道っていうか、その二車線じゃない、1車線の道をこう入っていった時に、前の車が曲がり角で止まっちゃうんだつう後ろから緊急車両来た。通れねえじゃんって。 で、こっちへ、あの、すみません、通れないんで進んでくださいみたいなことを言っても、拡声器通してか、わけわかんないでしょでさらに止まるわけ。<laughs> で、あの、降りて説明したみたいな話をね、聞きましたけどね。はい。えー、知らない人もいると思うんでね、あの、その辺、あの、なんか、あのもしわかんなそうな人がいたらですね、あの、それぞれなく教えてあげたほうがいいかもしれないですね。はい。 え、そんなわけです。えー、皆さんどうでしょうあのー、ま、ね、あの映像に対しての話じゃなくてね、ちょっとだけでもこう役に立つ話ができたらと思って話をさせていただきました。えー、皆さんのバイクライフルも役に立てれば幸いです。失礼しました。